真現場を見たんです。どこなの？どこにその死体があるの？皆様ご覧になられましたよね。誰かがうおーってプールに落ちるの。そんなの見ました？見るわけないじゃないですか。説得してみませんか？真実を証言してもらうんです。カンヌに出るような作品に出たいんだよ。何カンヌって？無断でお客様のお部屋に入ること。あ、失礼します。絶対怪しい。もう芝居はいいんだよ。人の命が奪われてなかったことにされていいわけがありません。私があなたに望んでいたのはただの平石。残念よ。夜はやっぱり冷たいね。バトラーさんは自分が楽しみたいとは思わないんですか？脇役がいないと盛り上がりませんから。彼はいい人なんだよ。でもいい人ってつまんない。いい人って当たり前にいい人なんじゃなくて努力してるんですよ。人の悪口言わない努力、気遣う努力。いい人なめんなって思います。ごめん、ずっと連絡しなくて。会ってくれないかな。おやめください。バトラーがこんなことしていいのか。乗客の皆様の旅をお守りするのがバトラーの仕事です。恋を仕掛けたは恋をしたと同じです。ご飯炊けたと炊けかけは違います。炊けかけじゃ食べれません。恋愛はご飯ではありません。私では過去を捨てる理由にはなりませんか。私は出てってください。この船にはまだまだ楽しいところがございます。私がご案内いたします。